斜めに傾いている椅子の下で両手を伸ばし、あなたは一緒にいるだけ、それでいいんだ、楽しいんだよと笑っていた。最後のあの朝だっていつも通りに、あなたは言葉少な調子はどうだい、今日それだけを置いて横になった。四角い箱舟が「あなた」